キチャンネル。ジョン。こんにちは。セ・リーグ新人王大予想。ね、まあ前回パ・リーグやりましたけど、はい、被る被る言いながら被らなかったですね。まあ一人しか被んなかったですね。うん、だから何故に被んないのよやっぱり。うん、そうです、ね。候補は無限だからね。うん、で今回はですね、はい、先生にも同時に言わせて。え、これ一人二人被ったらどうするんですか、先生と。いや、それは先生はもう特別枠だから、はい、被ったとしても、はい、先生と被った場合は別にそのままいける。取れる。はい。で、俺高松さん後付けするやん。はい。だから最初に言わせようと。そういうこと。あ、後付けしてくるから。はい。なんかトリッキーな。はい。後付けしてくるから。うん、だから俺高松さん被った場合はその選手取れない。取れない。で、あの先生と被った場合は取れる。取れる。これで。はい。いいですか。じゃあドラフト1位からね、新人王、はい、はい、いくよ、はい、せーの、吉村あれ今一つの声しか聞こえなかった一つの声しか聞こえなかったよ。いやもうそりゃそうでしょ、はい、大ヒットですよね。吉村も、吉村じゃあ取れないね。取れない。だからもう違うやつ言ってね。僕もそうです、はい、僕はやっぱりまずは吉村からかな、うんうん、まあこれも佐藤さん絶対行くし、そうだね、まあ、大ヒットだなって合わせましょうっていう、うんうんうん、じゃあ2巡目私も決まってます。決まってんの。はい、俺も決まってるんだけど、ちょっと待ってよ、はい、本当にこいつにするかどうか決めるわ。はい、いいですか。いくよ、せーの、増田。私は 森下選手、うん、俺は増田、広島、うん、僕林、うん、あー、DeNA の、はい、林拓磨選手でしたっけ、うん、俺はもう増田だね。おー、この先発ね、森下とか遅れる中で、はい、この増田が頑張れば、うん、俺の順位予想の、はい、優勝、うん、広島、はい、これがもう現実になってくるからね。あ、そうですね、うんうん、やっぱそのためにもやっぱここで増田がしっかり結果残さないといけないから、うんうん、まあ、増田でしかも森下遅れてるから先発ルーで多分入ってくるのよ今、ね、開幕からは十分に、うん、でここうまく回っていけば2桁勝ったら新人王、はい、しかもカーブから新人王よく出るしね、うん、十分可能性ある。そうですね、うん、ドラフトの時は一番評価高かったですかね、うん、私は森下君は、うん、もうあの阪神の顔に、広島の森下、阪神の森下君出てくれてる結果であのもう新人王取ったけど森下取ってます、もう以前取ってます阪神の森下選手が、うんうん、もうこれ結構いい感じに打つんじゃないかなと思っていて、今もかなり、うん、あの打ってるんで、うんうん、オープン戦、うん、だから来ると思います。阪神の顔になっていくと思います。1位ね、はい、先生あのもう1位さ取れてんだからさ、こっちは1位やってるからその勝手に入ってこないで。僕は本当林くん1位なの。そうなん、はい、これ林くんね、うん、ひょっとしたらそれこそ中野選手みたいな感じで、はい、足も使えて守れて、うん、で今サードも持ったりセカンドも持ったり、うん、まあ、ちょっと見にしようと思ってるんですけど、うん、ラッキーなのはいや牧選手とか宮崎選手おるから出れへんやんと思ったかもしれないんですけど、でも森くんが絶不調なんですよ。おそうだね、はい、出身が駒澤大学、うん、今永投手の後輩、うんうん、魂があるんで、うん、ひょっとしたら、うん、ちょっとするよ、あるかもしれないですね、はい、うん、一番欲しいやつです、はい、可能性ね、はい、うん、じゃあ2巡目いきましょう。2巡目ね、はい、せーの、森木、森木です、選手ですね。3巡目だ何が森木です。森木第一でしたっけ、うん、うん、はい、はい、今年は、うん、これ森木出てきたらもう、うん、かなり分厚くなるからね。やばいです。私は広島の河野投手。おー、河野圭投手、結構オープン戦あのもう毎試合結構投げてて、はい、まあ、1イニングですけど後ろの方で抑えてるので、うん、今年結構リリーフとして1年活躍するんじゃないかなっていう風に踏んでるので、うん、広島の河野投手、うん、まあ、あの大阪ですね、はい、あ、先生誰だっけ。富田蓮投手ですね、阪神タイガース、はいはいはい、左のね、あのピッチャーなんです、うんうん、まあ、確かにあの、うん、強化試合の時も、うん、大谷君に打たれちゃったんですけど、うん、まあ、そこで岡田さんが使いたい気持ちというか、うん、また期待の表れで、うん、実際今阪神の左の先発が伊藤将司投手がちょっと遅れてる、うん、左肩の痛み、岩貞投手先発先行したんですけど、うん、ちょっと、まあ、この前もダメだった、うん、ってなった時に左の先発にチャンスがあるのは富田投手かな、うんうん、まあ、日米野球 の日本代表でね、うん、MVP も取ってますから、うん、ワンチャン、おワンチャンのありますね、ありますね、うん、期待したい、うん、はい、じゃあ3巡目、はい、いいですか、決めました、うん、いいですか、はい、せーの、吉野、え、誰ですか、うん、俺は吉野、DeNA、 あー、トヨタ自動車ドラフト2、はい、うん、浜さんは、私は横川投手、ジャイアンツ、ジャイアンツの、いいっすね、うん、
横川凱、今年出てくるんじゃないかなと思って先発として、まあ、いないからねピッチャーね、うん、はい、先生は船場さん、うん、私船場さんは投手で迷ったの、はい、どっちにしようかなと思って、はい、そうそうそう、はい、宮城県出身なんです、あの船場様投手が。オールドルーキーですからね。そうそう、27歳ぐらいだっけ、はい、うん、そのぐらいで社会人から。で最初のなんか練習試合とかはあのめっちゃ打たれたんですけど、うん、はい、そっから今ずっと抑えてるんですよ船場様投手。だから結構巨人のリリーフ陣に入ってくるなっていうところで迷ったけど横川投手にした。先発の方が結構ありやすいかな。先生は林、富田、あと船場さん、うん、実はこれ橋本サスターの一押しやったの DNA の橋本君っていうんですよ、慶応ね、と実は迷ってたんですよ、うんうん、どっちかでしょう、うん、っていう感じです、うん、でもこれは本当に誰取るか分かんないですね正直ね。いや増田だから吉村投手じゃないんですか。いやこれ順番だから俺の中では増田が1位、はい、増田がこけたら森木、うん、森木がこけたら吉野、はい、まあその上には吉村がいる、ね、そうそうそう、みんな一致で吉村投手がいるけれども、私はやっぱり森下選手が今年はかなり3割ぐらい打つと、はいはい、森下3割打った阪神優勝するな。私だって阪神優勝予想してますから、うん、はい、で、で2巡目が広島の河野投手、はい、で巨人の横川投手です。もう増田と河野が活躍したら広島優勝するよ。そうそう、あと言われてませんけど長谷部って言いますからね、長谷部銀次、はい、はい、いやそうなんです、私今あの順位予想を取った時、うん、結構早めだったじゃないですか、うん、今あのいろいろ見てて順位予想めっちゃ変えたいんですよ今。そうなの、まあ、変えられないんでしょう。もうでも出てるから順位予想も、あこれ出てる時出てます、うん、もう出てるからもう今すっごい変えたいですちょっと、うん、もう遅いから。遅いですね、うん、誰だって3月頭で取ったじゃん序盤で。多分10何日でしょ、14だよね、はい、13とか4とかでしたっけ、うん、14あの間です。サザンがアメリカ行く前です。そう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 、あそうだそうだそうだ、始まる前だったからね、あと WBC が今ね結構変えたいですね、うん、だいぶ怪我人とかやっぱ出てきたりとか、そうそうそうあるからね。そうそう、残念、まあそこはもういいです、うん、まあ自動なるか分かんないからね。そうそう、変えない方が当たる可能性あるからね、はい、去年そうだったんですよ。そうそう、1年間のロングだからね、うん、はい、まあね、まあ、これも答え1年後だからね。そうです、分かんないですからね。2年連続セパともに当てたらすごいっしょ。そうですね、もうどうなるのかだね、うん、まあ、もちろんここに上がってない選手が取る可能性もね、うん、十分あるからね。他に先生候補っているんですか。僕本当は育成の松井っていうんですよ、ジャイアンツ、うん、育成1位の、うん、覚えてますかね、はい、あのドラフト候補生の時も出した、うんうん、松井と、あ違うな、あの松原君の後輩ね、うん、でも今年は来ないでしょ。まだそうやって言われると思ったんで、うん、やめました。そりゃそうだね、今年の話してるからね。そうですね、ああそれ未来の話だとそんないっぱいあるから、うん、あとやっぱりあの田中幹也選手が、うん、まあ、ちょっと怪我をしてしまったっていうのと、うん、あと村松君もなんかコンディション不良で今ちょっと外れたっていうところで、うんうん、あの中日福永選手がね同じルーキーで出てきてるんですよね、はい、ショートのレギュラーじゃないかっていう、うん、セカンドかな、はい、リューク選手とね、はい、そういうところ出てくるかもしれないし、うん、わかんないですね、うん、まあ、答え1年後だからね、はい、まあ、皆さんの候補選手もコメント欄で